国際貿易センターは、ドイツ・ベルリン・ミッテクの高層ビルである。このビルは、旧東ベルリンのゲオルゲン通り、プランク通り、ドロテーン通り、フリードリヒ通りで囲まれた外区にあり、高さ93.5メートル、25階建てである。このビルは、日本の鹿島建設により、同社の設計、施行で建てられたもので、1976年に着工し、 1978年に竣工した。このビルの目立った特徴は、表と裏に大きな黒い窓面があり、それらが白い窓の内縁に囲まれていることである。平面形状は長方形である。アイハスブリックポツダマープラッツからの眺め2000年までは、フリードリヒドリに面した側に3階建ての低層棟があり、中にレストランと店舗があった。この低層棟は取り壊され、 代わりに二棟の高さ35メートルのビルが増設された。これらのビルには現在住宅、オフィス、ホテルが入っている。この建物複合体にはさらに600台の乗用車を収容できる駐車場ビルも含まれている。2003年には自動車メーカー、オペル社のロゴマークが高層棟の屋上に取り付けられた。この建物には以前から弁護士事務所、商社、 航空会社が入居していた。ドイツ民主共和国時代にもすでに数カ国の大使館がここに今日構えていた。1999年から2004年3月まではオランダ大使館が、1999年から2005年4月まではカナダ大使館が、それぞれの大使館の建物が完成するまで、過渡的に国際貿易センターに入居していた。 現在は15カ国以上の合計135社の企業が入っている。ありがとうございます。